悩める受験生に典型を授ける。典型？なんだ？神の啓示という意味。ほら、海外旅行もなくなっちゃったし、小旅行も悪くないかなってね。クラブブッダ、何ですか？法要なんだけど、うちの総本山八ヶ岳にあってさ、ちょっとしたお祭りみたいな感じ。このポーズ決めてる野郎たちはなんだ？それは俺の同僚たち。中でも一番のイケメン容認っていうのがこの俺。はあ、夜が明けるまで枕元で御仏の愛を唱えちゃうよ。一緒に涅槃に行こう。聖職者にもかかわらずこんなホストまがいな、いかがわしい。いや、全員本山のお墨付きもらってんだし、まがいもんはいないから。まあまあ、要するにこれ夏祭りみたいなもんなんでしょ。さすがまさにおっしゃる通りでございます。お祭り行きたい。うん、みんなで行ってみてもいいんじゃないかな。マサオミ兄さん、八ヶ岳か。別荘から近いね。別荘？聞いてなかったの？うちの別荘八ヶ岳にもあるって。にも？ああ、他にもあるし。すごい。せっかくだしどうかな。家族旅行行ったことないですし嬉しいです。私も行くぞ、地位を守る。ジュリー、じゃあみんなに声かけて、行ける人だけでも行こうよ。マサオミ兄さんがそう言うのであれば仕方ありませんね。カナメ、うん、ありがとう。ああ。